はい、今日はですね、山岡屋の塩ラーメン、山岡屋さんのラーメンは濃厚豚骨スープなんですよ。濃厚豚骨スープに太麺の塩ラーメンです。はい、今日はこれを作って白飯と一緒に食いたいと思います。白飯というか卵かけご飯と一緒に食べたいと思います。早速クッキングスタート。はい、早速ちょっと沸いてきたんで、これ山岡屋さんの乾麺です。これちょっと茹でたい。これはちょっとね、7分から8分ぐらいちょっと茹でなあかん。入ってんのがね、スープ、山岡屋さんのスープと、あとね、これごま、これとこの2つが入ってます。豚骨スープやね。はい、ちょっとしばらく麺が茹で上がるまでしばらく置いときましょう。はい、これね、山岡屋さんのこの乾麺ってちょっと少なく見えるんですけど、まあこれ7分8分茹でるとちょっと増えるんですよ。増えるっていうか伸びるんでしょうね、多分。ちょっと少なく見えるけど、案外結構麺結構伸びてそこそこの量になるんですよ。またしばらくちょっとあと6分ぐらい置いときましょう。今何分ぐらい？今で6分か7分ぐらいです。あと1分ぐらいですね、茹でるのは。結構あれでしょ、麺増えたでしょ。ちょっと麺硬いんですけどね。あともう1分、あと1分ですね。まだ麺だいぶ硬いです。あともう1分、もう1分入れようか。はい、そろそろ時間が経ったんで、これで一旦火を止めてから山岡さんのこのラーメンスープ、濃厚豚骨スープ、これでちょっと軽く混ぜるんですよ。これを混ぜて、豚骨っぽいな。これで一旦また火を入れて、煮立たせてちょっとブクブクしたら OK ですね。はい、ここで火を止めて器に移したいと思います。美味しそうですね。はい、これにちょっと今日は焼き豚がつゆのせとこう。焼き豚ちょっとがつゆのせて、海苔を刺しましょう。
無理やな。何がペチャッと。ビートル夜ツヤでございます。本日は 山岡屋さんの塩ラーメン、濃厚豚骨スープと太麺ですね、ベースが の塩ラーメンでございます。乗っかっているのが焼き豚とメンマと刻みネギと海苔です。海苔はもうふにゃふにゃになったけど時間が経ったんで、でこっちはネギ玉ライスでございます。乗っかっているのが、生卵、刻みネギ、柔らぎ、それから残りの焼き豚で、タレが山岡屋さんの塩ラーメンのスープに、チューブニンニクと豆板醤を混ぜて入れました。早速いただきます。今日は赤玉パンチでいただきます。はい、皆さんお疲れ様です。うわ、うんま赤玉パンチ。そうやな、山岡屋さんのラーメン美味しいぞね、うん、うわ焼き豚うま、まあ、この赤玉パンチはあれですね、ワインソーダですね、ワインソーダ美味しいですよ。この赤玉パンチって言ったらよ、昔のお好み焼き屋さんとかでよありましたね。今でもあるんですかね。僕はお好み焼き屋行ったら大概この赤玉パンチを飲む機会が多いです。ネギ玉ライス、ネギ玉ライス絶対うまいやろ。そう、柔らぎ入ってますからね。これはちょっとスプーンで食った方が良さそうです。ちょっとご飯が多いんでね。うまっ、割りうま。あ、山岡屋さんの塩ラーメンのスープが、うん、うわめっちゃうまい。豚骨、濃厚豚骨スープがベースなんでね、これにニンニクと豆板醤なんで、もう絶対うまいですよ。これはうまいわ、うん、うめ、めっちゃ贅沢飯です。ラーメンのスープに別に山岡屋さんだけじゃなくてもいいんですけど、ラーメンスープに豆板醤とチューブニンニク入れて、それをもうタレにして卵ご飯にかけて食ったらもう抜群ですよ。
海苔うまい。海苔があれっすわ、スープが染み込んでめっちゃうまいっす。ラーメンってあれっすね、あの海苔入れたら、海苔トッピングしたら美味しいっすね。もっと海苔のけたらよかった。山岡屋さんのラーメンはあれなんですよ、すごいこう深みのある塩ラーメンですわ。ちょっと札幌一番の塩ラーメンとはちょっと違いますね。やわらぎってあれですね、そのまま食ってもうまいし、当然ご飯にかけてものせてもうまいし、 卵かけご飯にのせてもうまいし、最高ですね。ニンニクもガツンと効いててうまいです。そういう人はですね、ラーメン屋さん高くなりましたね。場所によったら一杯1500円とかありますからね。なかなか厳しい世の中になりましたね。まあでも値上がり、ラーメン屋さんで値上がりしてもラーメンで熱狂的なファンめっちゃ多いんで、けど値上がりしても行く人は行きますからね。僕はちなみに最近ほぼラーメン屋さん行ってないです。前みたいに頻繁には行かなくなりました。まあ特別な時っていうか、まあ、仕事の時に、まあ、近くにあったら行こうかなっていう、まあ、そんな程度なんですよ。
休みの日に、休みの日にラーメン食べに行くっていうのはもうないですね。デートの時も、デートの時はあんまりラーメン屋とか行かへんですね。ラーメン屋なんて、あれでしょうね、こうのんびり食べるとこじゃないんでね、パッパと食ってさっさと出るみたいな、あの雰囲気なんで、これなんかゆっくりね、ゆっくり食べられへんからね、ラーメン屋さんは。スープうまい。あースープめっちゃうまい。スープで濃い、スープだいぶ濃いんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。もうスープもあれですよ、もうラーメン屋さんの、ラーメン屋さんのスープって感じですよ。もし山岡屋さんの、まあ、ラーメン食べはるときに、まあ、ちょっと味濃いかなとかいう人だったら、ちょっと水多めに、まあ、これ 750cc 水入れるんですけど、ちょっと 800cc にしたりとか、 500cc だったらだいぶ濃いです、うん、僕はちょっと750でちょうどいいかなと思ってます。今日であれですね、ゴールデンウィークの前半があっという間に終わりましたね。やっぱり休みって早いですね。あっという間ですね。まあ明日また3日間仕事。僕はどうやろう、明日はちょっと休みなんですよ。で1日と2日が仕事で、また3日から休みなんですよ。なんかみんながもう、まあ、みんなじゃないけど、みんなスポット観光スポットを行ったりとかしてて、ちょっと近所の家の近所というか、人がガーンってこうシーンとしてるような感じがします。うん、というか皆さんあれですか、こんな円安の中でとか出かけたりとかしはります？まあ、旅行とか。ニュースとか見てると、まあまあ旅行客は結構来てるんやなと思いつつ、まあそれでもあれですからね、2000万人か3000万人来るぐらい、2500万人ぐらいですかね、訪れてんの。まあその中で外国人が、じゃあ海外旅行が50万人ぐらい、まあいうか日本で1億3000万人ぐらいいますからね。まあというか、ほとんどの方がどこも行ってないっていうことになるんですかね。
結局あれなんですかね、あの調和を合わせるというか、まあ、みんなと同じようなことをするというか、まあ、結局そうなんですかね、日本ってそうですからね、日本って調和を合わすっていう風な、ね、感じですからね。だからなんか変なことをすると、まあ、なんかその違った変わったことをするとなんかちょっと違うようなこととかするとやっぱり変な人だなって思ったりしますからね。まあちょっと自由度がないというか、調和を合わすってなかなかちょっとあれですね、まあ、調和を合わすというか街中歩いてる人とか見てるともうパッと見たらもうほとんど一緒ですからね、服装とか身なりとか感じがで、やってる行動とかもみんなこう同じというか調和を合わせてんじゃろうね。なんか外から見てると面白いなと思って見てるんですよ、やってることみんな同じやな。でも日本はそういうのじゃな、ダメみたいなんですよ。まあ連休は家でのんびりっていうか適当にあのスーパーとかで自分の好きなもの買ってきて、ビールとかチューハイ買ってきて、あと友達呼んだり彼女呼んだり一緒に食ってちょっと YouTube 見ながらとかね、そっちの方が楽しいと思いますけどね。僕はどこ行っても混んでるからね。混んでるのはちょっと僕人混みのところ苦手なんですよ。と言いつつ完食あっという間に食ってしまいました。あーうまかった、バリうま。はい、本日は、山岡屋さんの、塩ラーメンと塩ラーメン一玉と、ネギ玉ライスとあとサントリーの赤玉パンチ、これでいただきました。このネギ玉ライスめちゃめちゃうまいですよ。スープにあのチューブニンニクと豆板醤入れて混ぜてぶっかけて、であと、柔らぎ、これがもう最高の卵かけご飯だと思ってます。はい、まあ、それではこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、ゴールデンウィークの後半楽しんでください。それではまた会いましょう。